岸田さんには葬儀委員長として安倍さんを堂々と送っていただきたいと切に願うものです。朝日新聞などの大手の左翼メディアや立憲民主党などの野党は国葬について法的根拠がないと批判し問題視しています。国葬その問題を政治利用するような真似はやめるべきだと強く訴えたい。政治的な考え方が異なるとしても国葬を非難するというのは筋が違うというふうに思います。上島義郎の遠くの声を探して、今回は安倍さんの国葬儀についてお話をしたいと思います。岸田文雄首相が記者会見をして安倍さんの国葬について改めて説明をしました。岸田さんの説明は、安倍さんが憲政史上最長の8年8ヶ月の重責を担ったこと、東日本大震災の復興や日本経済の再生に努めたこと、世界の平和、その秩序、それを再構築していくということに貢献をしたこと、その結果世界の多くの国からさまざまな形の敬意と弔意が寄せられていること、そしてまさに民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死である、暴力には屈しないという意思を示す、こうした点を挙げて国葬についての国民の理解を求めました。実際に世界の各国で服喪や議会の追悼決議が行われるなど、安倍さんが国際的に広く悼まれた点も岸田さんは挙げました。さらに国葬儀に参列する各国の要人との会談に努めるということもその意欲を示しました。世界の各国の弔意に最大限の礼節で応えるのはこれは当然であります。そしてその点からして国葬は最もふさわしい形式であると私は考えます。岸田さんには葬儀委員長として安倍さんを堂々と送っていただきたいと切に願うものです。朝日新聞などの大手の左翼メディアや立憲民主党などの野党は国葬について法的根拠がないと批判し、国会審議を経ずに予備費の活用を決めた点などを問題視しています。共産党は参加しない、社民党の福島瑞穂党首も参列をしない、れいわ新選組も参列をしないということをすでに表明しています。しかし安倍さんの国葬は内閣府設置法上の国の儀式として行われるものです。法的に瑕疵はなく批判は当たらないと私は考えます。昭和42年の吉田茂元首相の国葬も閣議決定で行われたものです。野党は自民党政権攻撃のために国葬その問題を政治利用するような真似はやめるべきだと強く訴えたい。
安倍さんが凶弾に倒れた、その意味をもっと重く受け止めるべきではないのか。政治的な考え方が異なるとしても、葬儀を、国葬を非難するというのは筋が違うというふうに思います。また安倍政権の、政治的な評価は定まっていない、国論を二分したではないかと朝日新聞などは強く批判をします。私は朝日新聞にもっと本音を出したらどうかと言いたくなります。要は憲法改正を目指す政治家は評価に値しない、強く批判されて叱るべきだ。かつて安倍の葬式はうちが出すと幹部が言い放ったのは、朝日新聞の事実上の社是が憲法改正の動きを封じる、それを押し潰すということにあるということを示していて、日本を戦後体制の中にこの先も閉じ込めたままにするということではないか。朝日ははっきりとそう言えばいい、言うべきだと私は考えます。国論を二分したと批判しますけれども、私はそれこそが安倍さんの国民への贈り物だったというふうに考えています。なぜ贈り物なのか。安倍さんが掲げた戦後体制、戦後レジームからの脱却こそが我が国の根本課題で、それに挑もうとするならば戦後体制を維持したい側との論争が起こるのは当然であって、国論が割れるのは当たり前ではないか。しかしそれを乗り越えて真の独立国として立っていく、その道筋を示す、国民こぞってその道を歩んでいく、そのための議論を喚起する、それに安倍さんは力を尽くした。そして二分と言っても、私にはそれが国民の本当に過半数が安倍さんの示した政治の方向に反対したとは、強く反対していたとは思われない。それは左翼のメディアが大きく膨らませて見せていただけではないのか。戦後体制を誤示する側の彼らの習い性が、それを自ら疑うこともなくずっとそれを続けていた。それに立ち向かった安倍さん、その真意が国民に深く伝わることなく倒れたこと、これがどれほど無念なことであったかというふうに私は察する。安倍さんが提起した問題、これはいずれも戦後の日本が乗り越えねばならないことでありました。そして安倍さん自身が不十分であることは承知の上で、しかし匍匐前進を続けた。その結果が今日我が国がまだ持ちこたえているということである。これはだから安倍さんを批判するななどと短絡的に受け止めていただいては困る。安倍さん、安倍政治を批判するのは結構です。しかし事の本質、事の経緯をわきまえた上でそれはなされるべきであって、少なくとも安倍さんが戦後日本の根本課題に挑み、匍匐前進を続け、粉骨砕身をした総理であったというその事実を国民は厳粛に受け止めるべきだと私は思うわけです。ここで私は一人一人の国民に問いかけたい。
朝日は世論の半数が国葬に反対しているといいます。では世論とは何か。さまざまなメディアが世論調査を行って民意なるものを問い、その結果をもって評論を展開している。民意とは一体何か。広辞苑を引くと人民の意思と書かれています。では民主主義は何かというと、端的には人民と権力とを結合したもので、権力は人民に由来し、権力を人民が行使するという考えとその政治形態ということになります。新聞を民意反映の機関、民意を進歩の方向に導くための理想を持って始められた文明国らしい仕事、こう書いたのは宮本百合子でした。民主主義は民意に耳を傾けることが大切だと、新聞はじめ多くのメディアが口を突っぱくして言うのは、この民意を信じている、そういうことでありましょう。ところが民意というものはいかにも気まぐれというほかない様相を再々呈します。無責任であり、身勝手であり、移り気で、つかみどころのないものではないか。メディアを通じて伝えられる民意がどれほど人民の意思を実際的に反映しているか、メディア個々の進歩の方向性や理想、あるいは情報や意見の商品的価値をどこに置くかによって発信される内容に偏りが生じる。そうしたことを踏まえて世論調査の結果、あるいは民意といったものを、まさにその発信者であるはずの私たちはどう見るべきなのか。メディアというものを通じてそれが伝えられたとき、それは本当に私たちの意思なのか、考えなのか。安倍さんが凶弾に倒れた直後、それからしばらくの間、安倍さんの死を悼む献花の列、記帳の列、そこに並んだ人々の面差しを私は思い出します。誰に強制されたわけでもない、あそこに並んだ人たちのあの表情、あれこそがメディアに操作されていない民意ではないのか。安倍さんの非業の死を悼む国民感情を洪水のような統一教会問題報道で、メディアは安倍さんへの冷淡な眼差しへと変えていった、別の水路に引き込んでいった。私にはそう見えます。そしてそうすることが、安倍さんが国民に示し、国民と共に歩もうとした戦後体制からの脱却から国民を遠ざける道であると、メディアはそれを機としているのではないか。私はそう疑いを持ちます。ここで我が同胞に呼びかけたい。私はスペインの哲学者オルテガの言葉を思い出します。西部進先生もよくおっしゃっていた言葉、オルテガは19世紀から
20世紀にかけての時代の特徴を、こうした大衆的人間の凡庸な精神が自己の凡庸であることを承知の上で、大胆にも凡庸なるものの権利を確認し、これをあらゆる場所に押し付けようとする点であるとしました。民意がこうした慢心した坊ちゃんにならないように心したい。日本人の心情の根本に立ち返って、安倍さんの死に一滴の涙を注ぐ者はいないのか、粉骨砕身し非業の死に倒れた人を以下に送るか問われているのは、日本人の国家観と歴史的な常識だと思います。そしてかつて江藤淳先生がこう語っていたのを思い出します。人が死ぬごとく国も滅ぶ、安倍さんが倒れて今私たちが心すべきことは、まさに我が日本はその岐路に立っているということではないでしょうか。日本が決して倒れることがないように私たちが心していく、そのためにも安倍さんの国葬儀を粛々と我が国民の名において心根において執り行っていく、それを私は強く願っています。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。